御嶽山噴火災害の行方不明者の捜索活動に協力したとして、地元の山岳関係者などに県から感謝状が贈られました。知事感謝状が贈られたのは山岳関係者など28人です。2014年の御嶽山噴火災害では58人が死亡し、5人が行方不明のままです。遺族などは7月、多くの人が亡くなった八丁ダルミに行方不明者の捜索に入りました。その際、安全確保に尽力したということです。手伝いに来てくれた方々の安全を確保するという方が自分の仕事だなと思ってました。感謝状を受け取った御嶽山登山案内人の倉本豊さんは、できるだけ早く行方不明者の痕跡を見つけたいと話しました。